この武器を日本語に訳すると高性能二重武器機関砲といい、最終防御兵器としていろいろな護衛艦に搭載されています。本艦では艦首と艦尾に搭載しています。本日はその一部をご覧いただきます。この武器は艦に向かってくるミサイルや航空機を全自動で 100% 撃墜してくれます。わかりやすく言いますと、目標の捜索から追尾および発砲まで自動で行います。もし外した場合でも速やかに充填して撃墜するまで続けます。また赤外線カメラを装備したことにより航空計測目標および高速水上目標にも射撃することが可能になりました。その射撃時には2秒間に何百発も発射できるため木っ端無人になります。このことから艦の最終兵器と言われています。発射速度は1分間約4500発です。いかがでしたでしょうか。この武器を整備しているのはバランスインです。以上で総合検証を終わります。